はようございます。ただいま朝です。朝ですが外は真っ暗です。じゃあ、着替えが完了しました。今この部屋の中で一つ目撮ります。2着目、次はなんか車トレーラーハウスなるもののここ中で撮るみたいです。そうなんだ。アボカドチキンタコライスケサディアチーズ焼き、じゃあこっちにします。あ、どうしよう。こっちにします。なるほど。水着をね、着るので、あのこのお腹をね、へこますためにちょっと我慢するわけですよ。だから、あのこうやって撮影後に食べられるものをね、選ばせていただけるのはすごくありがたいですよね。そうそう。この後また着替えるとメイク直し3着目に行って、見てみて、ちょっとやっぱ薄めよね。これからメイク直しをします。ちょっとね、あの水着着てる間はちょっとね、これお腹を膨らますことができませんので、こういうね、お菓子を食べて空腹をしのぐっていう。で、口紅がね、つかないようにね、食べる方法がありまして、いくよ。だから水着紹介しますか？あの紹介をします。見てください。ここも甘いです。あ、本当だ。かわいい。お尻、お尻。お尻？お尻がもう。あの。分け目が変わりました、今。大人っぽくなってます。完成しました。ちょっとオレンジっぽいリップと、薄い目の前髪と、分け目と、ちょっと大人っぽく見てみて、こう見たらわかるんじゃない？大人っぽくなりました。やったね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。やったー。ありがとうございます。すごい。めっちゃ黄色。めっちゃ黄色。ありがとうございます。撮影が終わりました。チキンタコライス&アボカド食べれるぞ。
心置きなくご飯を。白米にもなんか味ついてる。最高、いただきます。皆さんはどのカットが好きだったか教えてください。コメントでもいいです。ということで、今日はすごく素敵に、撮影していただきましたので、ぜひぜひ皆さん、フラッシュゲットして見ていただけたらなと思います。私はもうこの後、FM 富士の虹子の性欲中継に行きますので、これにて、ドローしたいと思います。ふるそれでは皆様ありがとうございました。バイバイ。楽しかった。バイ。